動画、ジャニーズ会見裏話、ジャニー氏の誘いを拒否しても礼遇されなかった実例を指揮者が語る。芸能リポーター、超ぶっちゃけ芸能座談会。9月7日に行われたジャニー北川氏による性加害問題をめぐるジャニーズ事務所のその内容と、ジャニー北川氏の誘いを拒否した元ジャニーズのメンバーについて。 芸能取材の吸いも甘いも噛み分けたプロたちが語り尽くす。芸能ジャーナリスト佐々木博之、以下佐々木、会見が4時間12分になぜなってしまったかっていうと、質問者全員答えるっていう形でね。芸能評論家見すぎ部、以下見すぎ。まあ、謝罪会見ですもんね、基本。だから打ち切れないですよね。ジャニーズサイドは、 佐々木そういう形を取ったのと同じ質問が出るんですよ。1媒体2名っていうことで体が今増えて動画のインターネット、ウェブの媒体が増えたことでスポーツ紙もそうなんですけども自分たちが各社の媒体の人間が行って質問したりするとスポーツ新聞なんかお前なんか質問して来いよとか週刊誌も絶対質問して来いよって言われますよね。 そうなって、用意された質問っていうのはだいたい決まってて、一つか二つ用意して、それ以外の質問はできなくなっちゃうんですよ。できないっていうか、自分の中で浮かばない。浮かばないから、でもその質問をしなくちゃいけないから、同じ質問がどんどん繰り返されて、だから記者のしていると。それに答える東山、のりゆき、さんとかもちょっと苛立ちは見せてましたけども。 芸能リポーター、阿部かすみ、以下阿部一瞬ね。佐々木一瞬ね、偉いなって思って。阿部で,<も>でもちゃんと耐えてました。佐々木偉いなって思ってね。全然ね。阿部まあまあ、耐えてましたよね。